はい、おはようございます、熱帯体育海洋相互作用セッションの座長を務めます、熱帯気候変動研究プログラムの茂木耕作と申します。どうぞよろしくお願いします。このセッション、2件のようですけども、熱帯体育海洋相互作用ということで、海洋から大気に対してどう語りかけてその応答があるかっていう話が最初の名倉さんのお話で、で、2件目が逆ですね。大気から海洋にどのようにアクセスして、その音がどのようなものがあるかということを捉えた観測プロジェクトですけども、まあ、その話が城川さんの方から発表いただきます。で、発表は10分で、質問ご意見等ありましたらば、5分ほど、受け付ける時間がございますので、ぜひですね、何か一つこれが気になったというところをですね、一つでいいので持ち帰っていただければなと思います。ちょっとプロジェクターの調子があれなんですけども、大丈夫ですかね。はい、大丈夫ですか。それではじゃあ名倉さんの、熱帯赤道インド洋表層の東西ジェットの力学ということでよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。RIGC の名倉です。赤道インド洋表層の東西ジェットの力学というのがあるんですが、インド洋は、長らくその観測網が、嘘でですね、あまり観測がされてなくて、周りに先進国が少ないせいもあったんですけれども、でも最近はだんだんこう、観測ができるようになりつつあると。でこれ上が、渓流部位網で、色のついているところが、渓流部位が入っているところで、色の抜いているところが、計画はあるけれどもまだ入っていないところなんですが、赤道インド洋、南インド洋とベンガル湾のところはもうすでに V が入っていて、観測しています。これ、今月の状態で、今この状態にはで、こっちは、アルゴフロートの、場所なんですけれども、フロートマンの、インド洋に入っているんですね、ベンガル湾のアラビアが入って、まんべんなく入っておりまして、加速しておるになります。でインド洋の、海流の大きな特徴の一つというのはですね、東向きの赤道ジェット、ウィルツキジェットが挙げられます。これは、表層東西流速のクライマトロジーを書いたもので、ベクトルが、流速の向きで、色が、ベクトルが流れの向きで、色が流速を表しています。で、5月とか11月、夏と冬のモンスーンの間の時期に、赤道上に、東向きの風が吹いて東向きの流れができる。で、ができます。で、赤道太平洋とか大西洋とかっていうのは流れは基本的に表層で西向きなので、それとは違う構造を持っていきます。で、これがその、表層の暖かい水をこう西から東へ運んで、気候への影響が大きいし、というのダイポールモードとかとの関連があるということが知られています。なので、これを、この観測網を使ってこのジェットの力学を調べましょうというのがこの研究です。でですね、東西方向の運動方程式というのはこういうふうに書けるわけなんですが、流れの加速減速法と運動量ウィルとコリオリ法圧力法、延直年性水平年性で、どの項が卓越するかによって力学は変わってくるんですが、これとこれとこれが支配的であれば、力学は線形です。で、今これ東西方向の式しかないのでわからないんですけど、南北方向の式と、体積保存というか質量保存の式を合わせると、これは波動方程式になります。で、この3つの方が卓越していると、ケルビン波とかロスビー波の電波と反射という、力学が卓越します。で、この項は、運動量有効なので非線形項で、これがの振幅が大きいときにはいろいろややこしいことが起こる。で、これは、延直年性項で、海面で風が吹いて、海水がドラッグされるという効果とか、あとは、海中で、延直年性項が効いている場合には、流れが減速されるという効果を表しています。なので、運動量バランスを調べてですね、どれが卓越するかということを見てやれば、どの力学が、支配的であるかというのが大体分かるということ
ということになります。そこで本研究ではまず、現場観測のデータを使って東西運動量方程式の、項を見積もりました。で、観測では、見積もれない項というのも当然あるので、それは数値モデルのシミュレーション結果から計算して、まあ、どういう役割をしているかというのを調べております。でまず現場観測なんですが、ですね、これは、観測データはまず、ジェットの力学の研究なので流れを測らないといけないんですが、これは、赤道インド洋中央部の音響式流速計の、データを使っています。で、まあ、こんな、やつ です、ね、海底に、重りが、つけて、その上に、浮きと、流速計がくっついて、こう上向きに、音波を出して測ると。これは、時間と深さの、プロットなんですが、東西流速で赤が東向きで青が西向きです。で、ちょっと非常に見づらくなっておりますが、ですね、2004年の10月から2006年の10月までで、北半球の春とか秋になると、上層 100m ぐらいで、東向きのジェットができるというできている様子が見えます。まあ、通常は、その東向きのジェットの下には反流はないと。でですね、で、その運動量バランスをどうやって計算するかという話ですが、これが先ほどの東西方向の運動方程式で、赤道ジェットに注目しています。赤道上なんで、この方は、これより方は0です。で、運動量の遺留法は、まあ、観測からは計算できないので、まあ、ちょっと置いといて、で、ジェットは、表層 100m に、あるので、まあ、海面から 100m まで、この式を積分すると、こういう式になります。0m から 100m までの東西輸送量の時間変化分で、これは、音響式流速計から計算して、それと、延直積分された、東西圧力勾配力分で、これは、アルゴで TS を測っているので、それから密度を計算して、まあ、適当な無流面の過程を置くことによって圧力を計算しています。で、まあ、適当な、東西区間を取って、圧力勾配を計算しています。で、この延直粘性項は、海面から 100m の深さまで、積分すると、海面における数のドラッグと深さ 100m におけるドラッグに、まあ、分解できるんですが、まあ、こっちは一般的に実際ということが知られているので無視しておいて、でこっちの海面風揚力は衛星の風から計算します。これが海面における風量で、これが深さ 100m の風量で、残差は、運動量遺留とか、あと、まあ、計算法則を含んでいます。で、水平粘性は一般に、無視できる大きさの力なので、僕らは考えます。あ、で、この言い忘れましたが、この ADCP の経由に、は、未来の方が良くなります。で、これが結果でですね、上のパネルが、上層 100m の東西輸送量で、北半球の春とか秋に東向きのジェットができる、東向きの輸送があるということが分かります。で、2006年は、西のインド洋のダイポールイヤーで、平年からのズレが大きかった年でなんですが、春は東向きのジェットが出ますけど、秋はちょっとよく分からない。で、下の図が、運動量の、バランスを表してて、黒が、流れの時間変化項です。で、青が、風量力項で、インド洋では基本的に東向きに風が吹くので、西になっております。で、赤の圧力勾配力項は、で、西向きの、力を表していて、この東向きの風の力と釣り合う。で、緑が、圧力項と風量力項の和を表していますが、この緑と黒が、よく合っています。なので、例えばこの時期だったら、ですね、初めに、東向きの風が吹いて、それが西向きの圧力勾配力よりも強いので、ジェットが加速されて東向きのジェットができる。で、それから数ヶ月経つと、圧力勾配力がだんだん大きくなってくるので、西向きの圧力勾配力を買って、ここが吹になってジェットが減速されるという、ことが、で、年平均をしますと、まあ、平均するとこれが0なんですが、圧力勾配力項はマイナス 3.0×10 のマイナス50
で、風量力がマイナス 3.2 かけ10度マイナス50度なので、平均で見ると風と圧力がほぼバランスしておる。なので、この式で見ると、これとこれがバランスしているので、これの効果は比較的小さいであろうということが、分かります。上層 100m で、スキルマしてやると、バランスはほぼ線形ですねということが、観測データの解析だけからも。で次に、数値モデルで、この、観測からは計算できなかった運動量の遺留法を、計算した結果を紹介します。で使った数値モデルは、JAMSTEC で開発されている OFS で、高解像度全球モデルで、ですね、0.1 とか0.1 とかで50度です。で、衛星の風と再解析の熱フラックスで駆動されています。まあ、東西流行語の温度方程式はこういう感じになって、GCM なんて全部入っています。で、比較のために線形モデルも使いました。これは、OFS の平均、運動量の遺留法を無視して、OFS の平均場に対して、方程式を線形化して、同じフォーシングで駆動したものです。で、その式は、こんな感じになってて、運動量の遺留法がない。水平面積もこのモデルでは入っています。で、これは、上層 100m の、東西輸送量を、流速計の結果がこれなんですけど、線形モデルと OFS で比較した図です。OFS の方が、観測の結果に近くて、線形モデルは、弱すぎるということが分かります。で、OFS は、海溝の東半分の方が東向きのジェットが強くて、西半分の方が弱いという傾向があります。線形モデルはそういう傾向はなくて、どちらかというと、だらっとなだらかになっています。でこれが、GCM の出力から計算した、年平均の上層 100m の東西運動量収縮です。これが経度で、これがその運動量の項の値で、年平均値です。で、青が、風量力項なんですが、先ほどと同じように風は、インドよりは、赤道インドよりは東向きなので、西度です。で、赤が、圧力項、外力項で、これは、負になります。西向き。で、ですね、まあ、黒が、その他の方なんですけど、その他の方はまあ振幅が小さいので、ここでは無視できます。で灰色が、問題 の, その運動量の遺留法で、これは海溝の東半分では正になってて、西半分では負になっています。でこの、赤の点線が、比較のために計算した線形モデルから計算した、東西圧力勾配力項を表しています。で線形モデルでは運動量の遺留法はないので圧力勾配力と風の力がバランスしています。なのでこの青の線と赤の点線は足し合わせると正確にちょうどゼロになります。ところが GCM ではこの運動量の遺留法がで、海溝の東側では正の運動量の遺留法の値が正でそれが東向きの風量力を強めているのでそれにバランスするために西向きの GCM の、圧力勾配力項は線形モデルの圧力勾配力項よりも振幅が大きい。海溝の西半分では、運動量の遺留項が負で、東向きの風量力項を弱める働きをしているので GCM の圧力勾配力項が線形モデルよりも振幅が小さいというふうになっています。なので、運動量の遺留項というのは卓越するような力ではないんですけど、線形方程式で得られるような解像度をちょっと修正するというような効果があることが分かりました。で、この研究では、現場観測と海洋大循環モデルの出力を用いて赤道運動量の東西運動量バランスを見積もりました。で、流速計とアルゴフロートによる現場観測及び、衛星による海上風の観測結果から上層 100m で積分された東西運動量バランスはほぼ線形であることが分かりました。で、GCM の結果から、分かったのは、運動量遺留の効果によってインド洋の東半分で、東向きの力がかかって東向きのジェットが加速され東向きの力が東側の海溝にかかるので GCM では東側でジェットが速いということが、分かりました。
で、大体なら設計図が今ですが、ジェットの空間構造を線形に再現する、正確に再現するためには、運動量理由の効果を考慮に入れなければならないということが分かりました。以上です。ありがとうございます。それでは、ジェットの力学、インドアのジェットの力学ということだったんですけども、コメントですとか質問ありましたらお願いします。はい。観測だと線形で、モデルだと非線形の形状で効いているということですか。はい。この違いはどういうことなんですか。ですね、モデルでも観測でもバランスはほぼ線形なんですが、例えば観測だと、東西方向の圧力勾配方向を計算するときに適当な、東西の幅を決めてそれで計算しているんですが、この幅をまあちょっと変えると、このグレーのところのぐらい値が、変わってですね、これがその誤差に相当するんですが、観測で見るとその誤差の範囲内では、線形のバランスが保たれている。でモデルでちゃんと見てやると、この赤と青というのは正確にはバランスしてなくて、運動量優の効果を考えないとバランスしないということです。観測だと誤差の範囲内です。はい、ありがとうございます。では、時間になりましたので、次の講演、塩岡さんお願いします。パラオ2013、昨年の観測プロジェクトですけど、集中観測で見られた西部熱帯太平洋域における季節内変動について、よろしくお願いします。はい、じゃあ、ステップアライ GCC 岡です。2013年の6月に行われたパラム2013の集中観測ですけれども、これは未来の MR1303 航海と同期して、西太平洋で行いました。でこの、集中観測の目的ですけど、一つは、北進する季節内変動とモンスーン温泉とモンスーンの開始との関係、またこのような季節内変動に付随して発生することが多い熱帯低気圧衛星過程におけるその内部の物質的構造を把握しようというのがこの目的で、今回この観測で得られたいくつかのケースについてご紹介いたします。でここで、北進する季節内変動というあまり聞き慣れない言葉が出てきましたけれども、これ、北半球の夏にインド洋ベンガル湾ですとか西太平洋域でしばしば、観測される、ゆっくりとし雲システムがゆっくりと北上 していく現象なんですけれども、よくする季節内変動よりは有名な、テンジュリアン信号というやつと付随して起こることがよく知られています。で、漫画でこう概念的に示しますと、MJO というのが赤道域をゆっくりこう東へ進んでいくんですけども、そこでこう付随した派生する雲システムがゆっくりと北に進んでいく。これが、北進する季節内変動というやつで、これの、構造を捉えましょう。でこれ、既存の、遠洋の気象観測では、フィリピンがコロッカとかパラオですけども、こういうように、東西方向には、気象観測が並んでいて1日1回2回の観測を行っているんですけども、こういう、南北構造を捉えるにはちょっと不十分であるということで、我々は、未来の MR1303 で、北緯12度東経135度に定点を置きまして、まず、未来とパラオコロールやでこういうような三角形を作って、あれを組んでそこの収支解析をきっちりと、それから、南北構造を捉えましょう。それからフィリピン西部から、グアムにかけてはラジオゾンデ観測を増やしまして、広域での変動を捉えましょうということで、特にパラオ未来を中心にしてこの季節内変動の南北構造を捉えることを目的としました。で今回2013年6月を中心に観測を行いましたけども、フィリピン海で3つの熱帯低気圧台風が発生しています。でこれこの図は、観測緯度帯における、雲頂温度の、経度時間断面で5月から7月ここら辺がパラオみたいな135度あたりで、120度あたりがフィリピンに、こう黒いところが雲なんですけれども、いわゆる、偏東風上乱というのに乗って、東から西へ行く進んでくる雲システムがパラオ未来の上空を通過して、その時に例題も見えていますけれども、それがフィリピン海で、台風になる。この数字は、台風3号、4号、
6号がこの時刻この位置で発現したというか台風として認定された位置を示しています。でこれをもう少しこう季節内変動の北進という立場で見ようとすると、こちら側は同じく雲、雲頂温度の今度は、まあ、台風発生した地域での緯度時間断面ですが、ここが赤道で、M の線が未来、B の線がパラオで、5月から7月と6月の上旬、台風3号が発生した時ですけども、この時に例えば、南シナ海のモンスーン指標となる、まあ、この領域での、高度 1500m ぐらいの東西風を見ていますと、まあ、5月から6月にかけてここでちょうど、弱い東風から強い西風と変わって、まあ、南シナ海のモンスーンが始まる。それから、フィリピン気象局によるフィリピンのオンセットもそれに引き続いて起こるというように、まあ、台風に発生と同期して、モンスーンを起こす。あと6月後半、台風6号の発生に伴って西風が強化されてパラオ行きもオンセットしてる、モンスーンが始まる。また MJO との対応で見ていきますと、下は、MJO の位相を示したので、まあ遠周方向にぐるぐると回っているのが地球一周していて、今その MJO がどこにいるか、で毎日こうプロットしていって、この円の中心から離れるほど MJO の活動度が大きいということになりますので、6月の頭頃に、インド洋にあった MJO が、6月中旬に西太平洋に入ってきて、その活動が急激に、強化している。それがまさにこの台風4号、5号の発生と同期しています。このような台風の発生に対応してモンスーンオンセットがある、 MJO 対流が活発化するということで、実はこう熱帯低気圧の発生というのは全部熱帯太平洋気の季節変化に非常に重要であろうということがあります。でこの台風というのは実はどのような内部構造をしていたのかというのをいろんな観点から見ると、これ、観測網の南側パラオに、展開した観測ネットワークですけども、パラオのアイメリックというところにジャムステックのドップラレーダーです。ここからビデオゾンデ、まあ、風船に、ゾンデとビデオカメラをつけて、雲の中の降水粒子、積粒子の画像を捉えようという観測になります。で、北部のガラロンというところに名古屋大学のヘンパードップラレーダーを設置して、その状況を側面から捉えるという観測体制です。でこれはその、観測の一例ですけれども、高度8キロから10キロに及ぶ、まあ、雲システムに対してそういう配備するビデオゾンデを導入します。そうすると高度6キロ、まあ、気温でいうとマイナス 5.1 度ぐらい、ここら辺ではこのような比較的球状の、六角形の角板がいくつかアグリゲートを凝集したようなこういう異気結晶と、まあ、カレンタ水滴とかだと思うんですけども、そういうものが見えています。それがちょっと上の高度 7.1 キロと温度がマイナス10度付近にこういうようにこれ鉛筆のような六角柱、角柱がいっぱい見えるようになって、冷却水滴がなく、でもうちょっと上の高度9キロマイナス20度ぐらいになると、角板ですとか鼓形の結晶が見える。でこれはこの温度領域とどういう、結晶が発生するかというのは実験室などでも見られていて、よく採用していることから、これらの結晶はこの場でゆっくりとした上昇気流によって形成されているということが分かりました。でこの、状況を今度、ヘンパーレーダーの、直断面との対応で見る。で、この画像が得られた時のヘンパーレーダーによる、遠直断面を、左側に示しています。この×印がちょうどこの配列がここに位置していて、ここの地点での画像がこちら。で反射強度と各種の、ヘンパーパラメーターですけども、これらから言えるのは、まず機械的にこう判別するとドライスノー、乾いた雪であるということができて、こうアイビスの画像と非常によく一致していることが分かります。もう少し詳しく見ていると、ZDR とか KDP というのは、詳しい説明を省きますけれども、値が大きいほど扁平な、横長な、結晶を示していますけれども、6キロぐらいがほとんど0ぐらいだったのが、まあ、7ぐらいなのでちょっと大きい。KDP も下の方が緑色で、0.5 ぐらいだったのがもうちょっと大きくなっているということで、この一つ前の低いところではアグリゲートした球状の雪結晶だったのが、でここではこういう拡張状になる、こういうものはもう縦ではなくて横になって落ちてきますので、そ
負荷パラメーターと、ただ実際にそこの場にあった降雪によって、よく対応しているということが分かります。このように、降水雲内の降雪粒子、降水粒子がどのような形状をしていて、どのぐらいあるかということは、降水システムの発達段階がどうなっているか、からそこで、大気の加熱、線量喪失がどうなっているか、ということも分かるようになりますし、また、数値モデルとの比較で、モデルの中の降水粒子とかがどういうふうに再現されているかということを、知る手が、それから、降水のパラメータリゼーションがそれも効いていると思います。あと未来では、同様に、大気の観測としてドップラーレーダー、海上気象型海洋観測として、CPD などが行われていましたけれども、今日は、サーミスターチェーンを使って、水深10メートル程度までの水温を、詳細に調べた結果について、紹介します。サーミスターチェーンは未来の選手からワイヤーに、サーミスターをたくさんつけて、水深10メートルぐらいまでの水温を非常に細かく調べるというものです。で、真ん中が、サーミスターチェーンの17日間ぐらいの連続した観測の結果で、これは降水のパターンですけども、20日ぐらいにかけてだんだん海水温が下がる。そこから日変化を繰り返しながらだんだん温まっていくという様子が見られています。で、今日注目するのは、毎日こうずっと10メーターぐらいまで一様に温度の低下、それから日中の温まりが見えるんですけど、この6月25日から27日にかけて表層の非常に薄い浅いところ、1メーター以内ぐらいのところで、温度の低下が見られています。で、これを、1日半を拡大するとこのようになっていて、ここに、1メーターに満たないところでの水温の低下が見られています。で、これは何であろう。で、海上気象、これ SSD で、これが降水量、気温、からこちらが風ですけれども、これから見るに、すごい大量の冷たい雨が降って、それが比較的、弱い風速で、深くまでかき混ぜられなかったことによって、薄く冷たい領域がしばらく残っていたのではないかと考えることができます。で、ドプラレーダーのデータと比べていきますと、このように、熱帯の海流システムがこう発達して降水をもたらした後に、下層に冷たい空気を伴ったコールドプールというのを形成されますけども、それがちょうど未来の上を通過していって、そのコールドプールによる降水とその後ろの弱風低温が、先ほどのような上層の水温低下をもたらしていたのではないかと考えることができます。このような観測例、今まであまり知られていない、非常に珍しい貴重なケースだと思います。で、以上まとめますと、パラオ2013では未来 MR3083 と同期することで各種の大気海洋のデータを取得することができました。で、今回紹介しませんでしたが、日韓クレスなどによる、数値計算も行われていて、その結果の観測結果というのはよく成功しています。で、熱帯低気圧が、季節の変動、モンスーンなどの大規模な爆の配合がよく捉えられていましたし、またそれを構成する内部の降水システムの物理的な構造ですとか、コールドプールの形成などいろいろな面白いデータが得られていますので、今後解析を進めていきたいと考えています。以上です。ありがとうございます。いろいろ挑戦的な取り組みがなされてたと思うんですけど、ご意見とかコメントありましたらお願いします。このパラオ2013の航海で関わってらっしゃった方って来られてますか？乗船されてたことはどれぐらい来られてますか？その時の印象で何かあれば教えてください。観測の時と、結果見て比べた印象として何かあれば。はい、何でもいいです。雨が降った時に、家の
対で見た SSP なんかが下がっていましたので、そういうのが実際に図で見てはっきりと温度が下がっているというのは、リーズナブルかなと、改めて思いました。ありがとうございます。はい。はい。ハイビスの観測の面白いを聞かせていただいたんですけども、変化レーダーと組み合わせることによって、どの高度でどれくらい氷床があるか、域があるかというのが分かると思うんですけども、一般にその熱帯の大陸活動って、まあ、注意度に対して熱源として非常に重要だと言われていると思うんですが、その凝結するときの降水として凝結する地熱外光と凝固するさらに上空で、まあ、量的には少ないかもしれないですけれども、厚さが結構あるとか、そういうことを考えると、どっちが熱として大きい出るんですか？多分、凝結する熱の方が、下の方が、はい、方が重要だとは思いますけれども、あの熱の絶対的な値はそちらが大きいですけれど、あと、その結局分布がどうなっているかとか、順々にこうシステムが入れ替わっていくときに、最初にどこで、熱が大気に与えられて、それがどのぐらいの時間空間スケールで変わっていくかというのを調べるためには、やはり、このようにして、降水粒子がどうなっているかを調べた上で、結局最後はモデルか何かを使って、もうちょっと定量的に面的、立体的に見ていく必要があるのか。今年から確か未来の電波レーダー。そうですね、未来の電波レーダーに非常に期待をすることが大きいです。ありがとうございます。他に何か気になる点あったりか、いかがですか？いいですか？それではありがとうございました。それではこの年代体育会の総合対応セッションをこの2件で終了です。ありがとうございました。